こんにちは。こんにちは。マジシャンの喫茶です。はい、編集の内田です。練習についてですね。なるほど。マジックにはですね、練習っていうのが不可欠ですね。そうですね。はい、当然プロマジシャンの喫茶さんはもう生活の中にマジックの練習っていうのがもう、そうですね、染みついてるというか、プロマジシャンの喫茶さんにマジックの練習についていろいろと伺ってみたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。練習やるために気をつけてることとかってあります？こういうとこ意識しながらやった方がいいとか。技法、まあじゃあ技法だとしたら、なんとなくでやらない、最初の方は特に、はいはい、まずちゃんと、例えば DVD でも本でも、はい、どこにどういうふうに指が置かれてて、どういうふうにやってるかというのをちゃんと見て、はい、一旦真似るようにする。はいはい。でそっから、あ、なんかちょっと なんだろうみたいな違和感あったら、やっぱ手のサイズがさ、はい、それぞれ違って、やっぱこのままやると自分に合わないなと思ったらちょっと変える、はい、位置変えるで練習する。最初からオリジナルでやらないってことですね。とりあえず真似して、そっから自分に、そっから自分に馴染むように変えていく、はいはい。練習するときって鏡でやるときと動画で撮って見るときって使い分けとかってあります？まあ、鏡の方が簡単だよね。はい、鏡はやっぱね、自分の見たくないとこね、はい、見ないんですよ。あ、目つぶっちゃう。あとお客さんの目線じゃないでしょ。そういうのもあって、動画が一番勉強になる。だから反復やってるときは鏡を見ながらとりあえずやって、うん、ある程度こうなんかできるようになったら一回動画に撮って、ああいい感じか、はい、うわーなんか自分で持ってるなんか、はい、変だ、はい。ルーティンの練習になるとどうですか？お客さんがここにいると思い込めるかどうかが結構ね大事だと思うんだよね。だなんか適当にやんない、あのさっきの技法もそうだけど、はい、こんな感じでしょ、こんな感じでしょ、こんな感じでしょ、はい、みたい なんか流れでやっちゃうと、はい、本当に大事な間だったり、あ、はい、なんかそういうとこ全部省いて練習することになっちゃうから、はい、ちゃんと一番弾いてください、はい、で撮ってもらう、はい、でこれこうなるでしょみたいな、このイメージこうやって見せるでしょ、あ、この時ちょっとお客さんどういう風に見せるかなとか、こういう風に見せるよりこういう風に見せた方がいいなとか分かんないけど、はい、後ろ向いてるのがいいのか、こうしてたのがいいのか、はい、ここはこうやって見てていいのか、はい、どうしようみたいな、はい、そういう想像しながらやると本番との差がなくなるからいい練習になる、はい、だから本気で練習するように気をつけてる。1日平均してどのぐらい練習の時間に当ててますか？じゃあそれも決めてない、やりたいと思った時にやる。じゃあやる日もあるし全然やんない日もある。そうそう、全くない日とかもあります。あるよ、稀に。カード触んない日とか。ああ、それは意識的に。あ、意識的にっていうか、あ、今日はやめとこうみたいなのある。久しぶりに触らないでおこうみたいな。それはなんか目的があるんですか？ほとんど触らない日があったら、あ、もう最後まで触らないでおこうとか思う。やんなきゃ、ちょっと触らなきゃいけないから、ちょっと今から触ろうみたいな。逆に触んない方がいいんじゃないかって。はいはい、触りたいけど、はい、その時はやめようって思う。せっかくこんだけ触ってないんだから、はい、やめよう。今日は触んのやめよう。本当は触りたいよ。はい。本当はちょっとなんかこうやって、はい、バーっとはい。やったけど、癖になってる。そうね、はい。いや、今日はもう、あと寝るだけだから、触んのやめよう。映画でも見よう。はい。期限決めるのがいいね。この日に本番にするから。うん。うん、がいいと思う。あ、俺もなかなか結構できないけどね。できるようになったら本番にかけようみたいな思いがち、うん、だけどセーブしちゃうじゃん、なんかそうすると。俺もすごい苦手だけど、だからもう自分を戒めるためにも今言った。ああ、なるほど。はい、ありがとうございます。というわけでマジックの練習について喫茶さんに伺いました。またあれですね、またある程度期間だったらまた考えが変わってるかもしれないです、うん、ちょっと俺も文章を貸してみるよ。多分今見てる人でマジック、まあ、初心者だったり始めたての人とかが練習どのぐらいしていいのか分かんないとかあると思うんですよ。どのぐらいやったら本番にかけていいのかとか、ゴールが見えないとどんだけやっていいか分かんないから不安じゃないですか。今やってる練習がどんだけ意味あるのかみたいな、うん、今回のこれで目安というか掴んでもらえたらいいのかなって思ったりしてます。はい、じゃあということでありがとうございました。ありがとうございました。